サウンドスケジュールのガッシュ。はい、今回は9月10日にニューミニアルバムリブをリリースされたサウンドスケジュールから大石正義さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもーですよね。聞けば同世代らしいですね。そうですね。皆さんは、うん、僕と夢森世代、夢森世代、山勝世代、山勝世代、ね、今これ見てる方はもう20代、10代の子なんて全く通じない感じだと思うんですけど、森脇健児はその頃スーパースターで、そうです、もうね、マーキのファンタジーっていう CD リリースしてましたね。あれもうめっちゃいい曲でしたけども、そんな話はどうでもいいですか。でもね、その音楽の原点があっての今回のリブなのかな。そうですね、マーキーのファンタジーを参考にさせていただきました。いや、そんなことはないですけど、はい、そうなんです、サウンドスケジュールっていう、ま、バンドも、はい、2001年にデビューして、ま、1999年に結成したんですけど、はいはい、もう随分15年ぐらい経ちましたけど、はい、でも2006年に一度解散をされて、はい、5年後2011年に再結成、はい、してその後、2枚目の再結成後、はい、2枚目のアルバム、あ、3枚目かな、3枚目です、はい、3枚目ですよ、はい、ミニアルバム、はい、そうですね、あの、はい、聞かせていただいたんですけど、はい、これリブですけど本当に今からライブがすごく楽しみで仕方ない、はい、ありがとうございます。みずみずしいメロディーと、はい、そしてなんか歌詞カードをこうあの CD をこう歌詞カードを読みながら曲を聴くとまた違った表情というか、そうですね、うん、見えてきて、はい、すごくあの今からライブが楽しみでならない、あの曲がいっぱい詰まってました。今回、はい、コンセプトみたいなものがあったんですか。はい、そうですね、その、まあ、あの名前の通りなんですけど、リブ、はい、生きることとか、うんうん、まああの暮らし、生活とかっていう意味合いでのテーマで、あの今回ミニアルバム作ってみようかっていうので始めたその制作でしたね。だからもうあの自分らが東京で暮らすという意味とか、なんか今、まあ、デビューしてからもう十何年も経つんですけど、あの今の音楽を届ける、生きた音楽を届けるためにどうしたらいいかみたいなのを、うん、まあ、改めてバンドとしてあの考えようみたいな感じのコンセプトで作ってみました、はい、うん、神戸ご出身、はい、皆さん神戸ご出身、いや、僕は愛媛なんですけど、はい、でベーシストは山口県出身で、はい、でドラムだけ兵庫県なんですけど、はい、なぜこんなバラバラかっていうと、はい、兵庫県神戸市にある大学の軽音楽部で3人揃って、はい、それで結成したんですよ、はいはい、なので、うん、未だにそのうちのドラムさんはその軽音楽部時代に一つ上の先輩だったんですけど、はい、未だに敬語使ってます。そうなんですか、メンバー間で、はい、メンバー間でですよねっつって、もう15年もね、経ったらそろそろそこ崩してもいいんちゃうかなって思うんですけど、許してくれない、抜けないんですね、抜けられないんですね、やっぱそんな上下関係があるとは。そうでもやっぱ軽音楽部、当時のね軽音楽部部活ってね、うん、はい、やっぱりそういうこう上下関係大切にしてましたし、うん、でもそういう関係性だからこそ今までこうね、はい、今でも音楽鳴らし続けられてるのかな、うん、一緒にとかって思ったりしますけど、でもこの、作詞作曲はほとんどが大石さんがされてるんですよね、はいはい、もうデビュー当時からずっとやってますね、うんうんうん、はい、なんかこう制作の中でちょっとこれは違うんじゃないかみたいな、その上下関係が、あー浮き彫りになったりとかそれはもうないですね、はい、もう本当にスムーズに進んでる、先輩の言う通りにやってたら間違いないです。完璧です。先輩どうすかみたいな感じで見せるんですか。でも未だにあれですよ、はい、その詩ができましたと、はい、この歌詞どうですかねっつって、やっぱ一枚に見せるのは、そのうちのドラムの川原君だったりとかして、そうなんですね。で、まあ、ここが違うな、あれが違うなっつって言いながら、直しを入れたりとかしてます、まだね。まあ、っていうのも、実は彼はその某レコード会社のディレクターやってるんですよ。メンバーでもありつつ、そう、メンバーでも、だから要はプレイングディレクター、プレイングマネジメントみたいな感じで、はい、実はずっとうちのバンドをこう牽引してくれておりまして、まあ、要はゼネラルマネージャー的な感じでですね、はい、うちのバンドの勝ち取りをずっとやってくれてるんですよ、はいはい、だから、まあ、そのゼネラルマネージャーにまずこの制作物を提出する。僕は平社員的な感じで、はい、いつも、はい、平社員そうです、本当にそんな感じです。この今
回は、はい、5曲、粒ぞろいの5曲が入ってるわけですが、はい、これは、もうスムーズに制作は行われました？そうですね、実は割とタイトな制作期間ではあったんですけど、はい、でもみんな、頑張って、はい、レコーディングスタジオに入って、うん、スムーズはスムーズでしたね、そんなにつまずくこともなかったかな。あと、まあ、言葉選びっていうか、僕歌詞に時間かかるので、はい、で、まあ、それはもうみんな分かってたことだったので、はい、そこにはちょっと時間をいただいたりはしましたけど、はいはいはい、歌詞とかメロディーとかがこう変わってきたなとか、それとも、まあ、相変わらず変わらないなみたいな、一貫してるなっていうのとかってありました？そうですね、変わらないことで言ったら、はい、やっぱり あまり英語を使わないようにしているっていうのがやっぱ全然変わらないかなと思ったりしますね。まあ、それはその僕の作詞のスタイルでもあるんですけど、はい、なるべく英語を使わない日本語で、説得力のあるその、まあ、インというか耳心地のいい感じで聞こえさせるみたいなのはずっと考えてできたことだったので、それはバンドのスタイルとしては大切にしてることかなって思いますね。あとやっぱその3ピースバンドだけど3ピースバンドらしくないその音像とかサウンド感っていうのは昔からなんか意識してきたところだったりとか、あと基本的にはその自分らが奏でる音以外はあまりその例えばゲストのミュージシャンを呼び込まないっていうようなスタイルをずっとやってきたので、はいはい、その辺も今回はそうですね、守ったところではありました、はい、私この歌詞を読んでいて、はい、どの曲にも一貫して思ったのが、うん、その君と僕のこの距離感、はい、あなたと、はい、君っていう、はい、第三者の対象がいて、はい、なんかその距離感がすごくなんだろう、あまりにも寄り添いすぎていなかったりとか、うんうんうん、依存もし合ってない適度なすごい距離感で、はい、なんかそれがこのさっき同世代だって伺ってしみじみと、あ、うん、今のこの生きるっていう意味においての世間との関わり方がすごく大人になったんですかね、うん、と感じました。すごくいい、なんかあまりにも寄り添いすぎてなく、でも昔は君がこの辺にいないと嫌でしたねそうですよね、この辺でいてほしかったです、ね、で孤独を描くとしたらもう孤独っていう感じに、そう、もうその時はもう君はもうこの辺にファーッみたいな感じで、確かにそうでしたね、なんかすごく、うんうん、歌詞の世界がすごく心地よかったですね。 ありがとうございます。でもね、結構実はその温めてきたテーマとか、うん、はい、こういうことを書きたいなって思ってたことが今回のアルバムで描けたかなと思ってまして、うんうんうん、っていうのも、うん、まあ、例えばなんですけど、はい、2曲目にフリーハンドっていう曲が入ってまして、はいはい、これ実はちょっと、まあ、テーマ的には難しいテーマになってるんですが、うんうん、まあ要はなんて言うんでしょうかね、結構自分を追い込むやつっているじゃないですか、はい、自分の考えとかをものすごく追い込んで、うんうん、すごく狭くなって、うんうん、もう俺死にたいって思ってるやつとか、うん、結構いると思うんですけど、うんうん、はい、でまあなんかそうやって死にたいぐらい自分のことを追い込めるってすごい才能だと思うんですけど、はい、まあ、変な話ですけど、はい、そういうやつ結構やっぱ音楽たくさんやってたら、うん、長いことやってたら、うん、やっぱ見てきたんですよね、いろんな人たちを、うんうん、で追い込んでいく姿とかで、まあ、僕もそうだったんですけど、はい、でなんか急にね、死にたいとかって言い始めたりとかするようなやつとかも実はいたりして、うんうん、なんかそういう時に、上手に自分が接せられたかな昔とかって思ったりとかした時に、うん、あんまりなんか、うまい言葉が見つからなかったりとかして、うん、で、まあ、そういうのって結構モヤモヤとして残ったりとかしてたんで、はい、ちょっと曲にしてみたいなって思ったり、うんうんうん、はい、で、ちょっとね、すごい難しいテーマなんですけど、はい、まあ、まあ、どこにも捕まる場所がないんだったらとりあえず、一緒にいていようよとか、うんうん、まあ友達でいようよとか、はい、そういう仲間でいようよみたいな感じのスタンスで、はい、その距離感で、うん、歌が作れたらいいなと思って書いたのがフリーハンドっていう曲だったんですけど、はい、っていうか最近ね、あまりにも、はい、お前死ねえよとか、うん、
うわもう死ぬ死ぬとか結構あの簡単にみんな言うじゃないですか。言いますね。ね、それに対しても僕ちょっとしたアンチテーゼがあって、はい、そんな簡単に、まあまあ、みんな、ね、あの冗談で言ってるのはもちろん分かってるんですけど、それが本当になった時にすごい後で十字架になって、あの背負わなきゃいけなくなったりとかするから、なんかもう少しそういういう言葉とかって、まあ、極端すぎてあのボケとしては成立するんですけど、はい、でもなんかもうちょっとあの発言するときに自分的にはなんか考えたいなって思ったりとかするっていうのも、はい、この曲の中に含まれたりとかしてます。そういう気持ちも、はい、この日本語をずっと大切にしてきたからこそ、この死っていう言葉を、ね、はい、歌詞の中に入れるっていうのは相当、そう、ねね、あの死ぬって言うなよっていう言葉が入ってるんですけど、うん、はい、そうですね、ちょっと実はあのなんだろう、すごく 青臭いなとか思ったりとか、うん、照れくさいなと思ったりとか、うん、これ入れて大丈夫かなって思ったりとかした瞬間は実はあったんですけど、はい、歌詞書いてる中で、はい、まあ、それでもなんかバンドのサウンドがちょっと、うん、その辺はこうあのサポートしてくれたかなというふうに思いますけどね、はい、いいですね。スリーピースのそのね関係性みたいなものもありきで、リーブの中にそうですね、うん、まあそういうそういった意味合いでのリブも入ってますので、はい、ぜひともちょっと手に取って聴いていただきたいなと思います、はい、そしてこのミニアルバムを引っ提げて現在ツアーを開催中とも、うん、ありがとうございます。はい、タイトルがプレイス2014、はい、ということで、はい、こちらはもうすでに、心斎橋では始まっていて、これから全国を回るんですよね、はい、そうですね、この間、うん、心斎橋のビッグキャットっていうところで、はい、あのほぼ満員御礼の状態で、はい、あのスタートを切りまして、うん、まあ、あの概ね好評だったということでいやでもすごい楽しかったです。あ、本当ですか。あの毎年、はい、そのサウンドスケジュールは9月、はい、10月だけ活動期間を設けて、はい、そこだけツアーするんですよ、はい、毎年その再結成してから、うん、っていうのもあの僕も実は大石正義としてソロ活動があったり、はい、でさっきも言った通りドラマーはドラマーで、うん、あの某レコード会社のディレクターの仕事があったりとか、はい、であとベーシストはベーシストで普通に働いてたりとかするので、そうなんですね。そうなんですよ。だから年にその期間、うん、2ヶ月間っていう期間を設けて、うん、その時だけガツッとこうツアー回るっていうことをやってて、うん、なので年に一度のお祭りなんですよね、まあ、僕ら的に言うと。であと待ってくれてるファンの方、うん、からすると、はい、なので、まあ、あの盛り上がらないわけがないツアーになってて、はい、で毎年毎年、はい、あの楽しくやらさせていただいております。いいですね。1年間のそれぞれの活動がギュッとこの2ヶ月に集結するんで、ね、そうですね、元気だったみたいな感じですね、本当に。はい、まだインストアライブ、インストアイベントなどもいろいろ決定しているとのことですので、はい、詳しくはホームページを、はい、はい、サウンドスケジュール .net っていうアドレスでありますので、ぜひとも、はい、あと、まあ、あの僕個人的にもツイッター大石正義でやってますし、はい、あとその、まあ、うちのドラマーがやってるあのサウンドスケジュール公式の Facebook のページもありますので、うん、ぜひともチェックしていただければと、チェックしてみてください、思います。はい、うん、何か最後に一言皆さんに向かってありますか。まあそうですね、なんかもうあのカメラの向こうでちょっとボケてよっていう感じでスタッフが見てるんですけどボケませんまあ、サウンドスケジュールは、まあ、結成してもう何年も経ってるんですけども、はい、まあ、バンドが動いてるぞと、新しいところ進んでるぞっていうところを、まあ、毎年見せていきたいねっていうのがそのバンドのスタンスとしてありますので、まあ、そういう意味では今回のこのはい、リブっていうアルバムはいい具合のアルバムができたかなと思っております。今の自分たちの音楽が凝縮したアルバムですので、ぜひとも手に取って聴いていただけたらなと思います。ツアーの方にも、ぜひとも足を運んでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。